皆さんこんにちは、サバイヤです。今日はね、ちょっと速報として、カメラを回しております。まあね、ラジオ的な感覚で、皆さんね、聞いていただければと思います。じゃあ早速、やっていきましょう。ユナイテッド航空、日本からグアム3便を減便。3月31日から4月30日まで。ユナイテッド航空は新型コロナウイルスの感染拡大により需要が減少している。日本とグアムを結ぶ路線の一部の便を対象に3月31日から4月30日にかけて運休する。成田グアム線は4月2日から30日まで1日3便を2便に減便する。運休便は日によって異なる。中部グアム線は3月31日から4月30日まで中部を午前に発着する便を減便する。運航日は月、金、日曜の週3便となる。夜に発着する UA172 便と UA171 便は通常通り運航する計画で週10便体制となる。関西グアム線は3月31日から4月30日まで関西を夜に発着する UA178 便と UA177 便を運休する。朝に発着する UA150 便と UA151 便は通常通り運航する計画で週7便体制となるということを、書いてありました。昨日ね、実はね、入国についての動画を上げたばかりで、LCC が減便をして、ちょっと急遽、キャンセルになったという、視聴者さんもね、いたので、で、そんな話の中、すぐにね、またこんな感じで、ちょっとユナイテッドからね、ニュースが流れましたので、まあ、しょうがないことはしょうがないと思います。こんな感じでね、急遽ね、減便したりとか、キャンセルになったりすることもありますので、皆さんね、ニュースはね、ちゃんと見て、今後ね、旅行の計画をする必要があると思います。まあ、この件にもね、関してですね、今ね、グアムがね、どんな状況かっていうのもね、皆さんにね、お伝えする必要があると思いますので、普通にね、観光しているだけだったらね、こんなグアムの内部のことまで、わからないと思いますので、まあね、今後もね、グアムの裏と表と、すべて隠さずに、オープンに皆さんとシェアをしていきたいと思っていますので、グアムがですね、実は3月1日から、50セント、まあ、日本円でいう50円ぐらい、ミニマム時給、最低賃金を、上げました。で、8ドル25セントから、8ドル75セントに、今現在なっております。で、ここでね、なぜ、このタイミングかと、まあ、僕もね、正直疑問に思っているんですけども、今ね、このコロナウイルスの影響でですね、やっぱ観光客が少なくなっている、この今の状態でね、ミニマム時給を上げるっていうのは、果たして正解なのか、間違いなのか、まあ、それはね、わからないんですけども、グアムってほとんどの産業が、観光業なんですよ。まあ、約 80% ぐらい。で、この 80% の、観光業で、潤ってる島がこのコロナウイルスの影響で飛行機のキャンセルとか減便が出てて、このタイミングで、ミニマム時給3月1日からもうね、すでに8ドル75セントこれね、もらってる人たちいますけど、まあ、ビジネスオーナーがですね、まあ、会社をやられてる皆様がですね、まあ、ミニマム時給が上がったってことは、最低賃金が上がったってことは、で、それだけ支払いが多くなる、給料が多くなるってことは、払えなくなっちゃったりすると、その働く時間をね、やっぱり、カットする必要があるんですよ。結局、ミニマム時給が50セント上がったからと言って、働く時間がね、減らされると正直あんまり意味がないんですよ。まあ、国民の皆様はじゃあどう思っているのかと、いうことをね、ちょっと皆さんにシェアをしていきたいと思います。国民の声。どうなんだろうね。最低賃金を上げることはいいことだけど、今のこの状況で会社は僕たちに給料を払えるのか？働く時間を削られるのが目に見えてるんだけどな。いやー、グアムの政府、期待通りにやってくれるね。わら。
観光業がいかにこの島で大事かっていうのが分かったよね。でも今後はビジネス計画を立てるときはローカルにも力を入れなくちゃいけないね。今は世界的にも大変な時だ。私たちだけではない。みんなで力を合わせて頑張っていこうじゃないか。いいね。この人めちゃくちゃポジティブ。いいよ。こういう人好きよ。私は従うわ。どんなタイミングやねん。こんなタイミングでミニマム時給上げるとかどういうことや。っていうか分かっていたことじゃないのかな。最低賃金を上げてうちの会社給料払えんのかな。こんなに観光客いないのに心配だな。いいやんいいやん、もっと最低賃金上げてくれ。いやーすごいね、経済のことをよく分かってる。わら。グアムは物価が高いから私は仕事を二つしているわ。最低賃金が上がることはすごく助かる。ただ働く時間を減らされたら意味がないんだけどね。2021年の3月には9ドル25セントになるって言ってるけど、これは本当に期待していいのかな。はい、こんな感じで、まあ、今回はねちょっと速報みたいな感じになっちゃいましたが、まあ、今後もねまた速報とかいろんな情報をお届けしたいと思いますので、皆さんチャンネル登録とか、あとね鐘を鳴らすように通知が届くようにしといてください。短い感じでなっちゃいましたが、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ピース。